エクバマなんか呼ばれてきたんですが、はい、はい、今日は料理対決ということでベイビーかけさんとのぶちゃんにそれぞれ料理を作ってもらいました。もうなんかすごい不思議な対決ですね今日はね、何でしたっけ、なんかね、ベシャメリーラタトゥイユラジバンダリみたいな名前ラジバンダリ絶対入ってないそうです、ご存知パトゥルジャンイマムバイルドゥを、今日は作ってましたもう一回言って、はい、パトゥルジャンイマムバイルドゥを今日は作りましたはい、作ってきました。パトゥルジャンイマムバイオルドゥ、はい、使ってきました。今回のあれね、あ、ご存知ですか？知らんわそう、知りませんよね、はい、このちょっと名前聞いただけでいまいちピンとこないこの料理を、うん、おおよそのレシピで作ってもらい、はい、実際それができてんのか、はい、美味しいのかっていうのを刺身さんに決めていただくという企画だと思います。行きましょう。ちょっとね、大丈夫？だって頑張りましたよ。頑張りました。誰ここにいるね、この3人誰一人として何か分かってないんですよ、正解が。全然分かってない。誰も知らない。誰も知らない。いや、生きて帰れるかな。今日は何を作っていきますか？はい、OK。パトゥルジャン、イマム、バイユルズ。人生で初めて聞きましたよ、こんなん。マジでこれ何？そう、目を回す。目を回すだから、ここにワイン置いてあるんですけど、なんかちょっとお酒が入ってこれを気分になるとか。丸丸は1センチ角に切ってザルに広げ、塩を振り約10分間置いて水気を切る。何々はピーラーなです。ストライプ状に焼く、フライパンにオリーブオイルをなじませ、しっかり皮を入れる。はいはいはい、OK です。多分まるまるがこれ玉ねぎでしょ。多分この食材の中で塩振って水気出すなんて玉ねぎぐらいしか考えられない。で、え、玉ねぎかな、塩を振るの。多分そんな量いる気がしないんだよな。1センチ角に切ってザルに。どうしよう、なんか玉ねぎそんな水気ない。トマトかもしれない。なんか違う気がしてきた。どうしよう、切るほどの水気ないんですもん。え、絶対これじゃないじゃん。トマトにします。あ、全然1センチ角に切れない。お塩を振ります。はい、お塩を振ってとりあえず置いておきます。ナスの上に置いて、多分この玉ねぎとかをっていうことなんだと思うんだけど、全面を焼くんだ。先に切らずにってこと？え？半分に切らないのかな？え、怖い。ちょっと待って、半分に切ります。フライパンにオリーブオイルをなじませて蓋をし、弱火で柔らかくなるまで全面を焼く。 OK。 オリーブオイル、私この火加減嫌いなんですよ。どっからどこまでが弱火かわかんないから。なんとなくナスを入れて蓋をします。はい、 OK。 じゃあ蓋をします。はい、これでちょっとずつ焼いていきたいと思います。で、次が来た。フライパンから一度ナスを取り出し、多分ナスだと思う、とオリーブオイルとニンニクを入れて火にかけ、香りが出たら玉ねぎを入れて炒める。あ、玉ねぎ切っときよかったんだ。しんなりしたら丸々を加え、形が崩れるまでさらに炒める。合ってるな。玉ねぎを入れて、あれ、ちょっと待って、ってことはトマトの方なのか。トマトを塩漬けにした方が正しかったのか。やられた。ニンニクを切ります。どうやって剥くの。ニンニクをみじん切りにします。あー、全然切れてない、やばい。どういうニンニク用意しといた方がいいのかがわかんねえな。みじん切りとかにしといた方がいいよね、おそらく。ある程度余熱で、まあナスなんである程度生でもいけるでしょうし、余熱で火を通せみたいなことなのかな。お皿に取ります。そしたらオリーブオイルと、なんだっけ、ニンニクだっけ、入れ
てもう一回焼くとのことなので、かけ香りが出たから、あ待って、ニンニクがすごい勢いで焦げる。玉ねぎを入れます。え、ミネラルの皮を剥いた部分に縦に切れ目を入れ、身を詰める。え、この中に詰めるってこと？無理くない？皮を剥いた部分にですよね。こっちにってこと？ちょっとわかんないんで、切らずにいきます。ちょっとしんなりしてきたからトマトを加えます。 OK、 一応切れ目を入れてみます。え、これ中のナスは取り出すってこと？わかんない、わかんないし、まな板が煮えちゃいそう。え、わからんわからん、切ってみたけど本当は多分一本まるまるに詰めていくんだろうけど、こんなん詰めれるか？もっとみじん切りだったんだな、多分玉ねぎも。わかった、わかりました、後乗せにしよう。で、水、三角三角四角四角を加えて煮立てる。水と多分一個はワインとレモン汁かな。レモンを加えて、でも目回すってなっ、お酒か。え、ソウがお酒飲んでいいの？ソウって。ここがマジターニングポイント。僕あんまり お酒で煮詰めるの好きじゃないんだよな。普通に行くか、最後の味調整はなんとかしよう。ちょっとお水入れすぎたかもしれないです。水、ワイン入れすぎ。あともう一個を何にするかなんですよ。砂糖かレモン、どっちかなんですよ。レモン汁加えよう。レモン汁加えてから味足りんかったら砂糖加えよう。レモン汁、こんなにレモン汁って入れますっけ。器に盛り、ほにゃららを散らす。これはパセリでしょう。なんか雰囲気変わりましたね。完全に正解じゃない感じがするよね。あ、なんか不可解な匂いがする。くさっ。私、のぐちゃん作のパトゥルジャンイマムバユルドゥでございます。おー、すごい。あー、色味。あ、でもえ、そう、これですよ。バトルジャイアンバイルドは知ってんの？これ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 、これ料理のゾンビですか？いやいやいや、ちょっと色味がね、若干紫色入ってますけど、色がさだってなんか、いやいやいや 2P みたいな感じおかしいね。1P じゃない、2P の色だよ。 2P ですか？ X で選んだタイプの、そうだよ、同じキャラ選んだ2個目をつけてくるやつですね、うん、それはっきり言ってまずそうっすね。進まなそう。いただきます。食べにくいな。食べにくいなこれ。あ、お、美味しそうな匂いが、玉ねぎを炒めた香りがしますね。素材の匂いが、ね、はい、ん、お、うん、素材だね、ほぼナスがそのまま来るし、おう、うん、これきっと赤ワインを使ってると思われる色なんですけど、赤ワインの良さ一個もない。バトルジャン、今バユルトゥがのやつ そのバトルジャンは聞かされなかったんですよ、うん、ただ今もそのバユルトゥの意味が聞かされてるんですよ。え、僧侶の、うん、目を回す、は目を回す、僧侶が目を回すような食べ物。バトルジャンが何なのか、そう、僕らも分かってないですよ。そもそもこの僧侶は目を回さないで、これはだって僧侶っぽいも味が、あ、精進料理系、そう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 。でもそれは僕 もう作ってる段階でそれは思いましたもん、うん、これも肉使わないんだったらもう精進料理だなと。ね、精進料理って言われたら、うん、うん、なんか正解、いけてきた、いけてきた。あ、うん、あ、嬉しい。じゃあ僕でも可能性あるぞ、ワンチャンあるぞ、うん、いただきます。上に乗ってる玉ねぎは美味しい。
食べれますね。食べれるよね。塩味ですね。それ以上のもの来ないもん、何も。私だって塩しか入れてないですもん。正解じゃん、じゃあ当たるじゃん、すごくない？ホテルじゃんは、うん、ナスです。え、合ってるじゃん、じゃあ。まあ、書くまでもないなと思ってきました。なんで分かったの、なんで分かったの、なんでナス使えたの？いや、ナスがあったからですわ。下手かよ。出し方が下手だよ。じゃあ、ナス、そう目を回すっていう、なんかそうですよ、アニメのタイトルみたいな。いや、ちょっと見たいけど、そのアニメ。ナス、そう目を回す。これが私のバトルシャイムバトルリューでございます。同じだ、同じだ、同じじゃん。すごい具沢山、こちらは同じじゃない。お願いします。皿がおしゃれじゃないっていうところでマイナスだ。いや、もうあの郷土料理なんで、やっぱなるほどね、うん、家庭感を、家庭感、ママの味って感じかなと。ママの味これかってなって。もうちょっとあのガッツきたいわ、ね、まあそうですよね、うん、見てくださいか。さっき僕もね、そのノグジョンさんのやつ見て、うん、しっかりしてんなと思って、土台が。そうなんですよ、美味しい匂いする。ほうほう、やった。あの炒め物の匂い、あの玉ねぎのね。あ、そう、僕もそこまでは美味しくいけたんですよね。いただきます。うんうん、美味しい。やった、やった、美味しい。美味しいですか。うん、こっちのパトルなんたらとは違う味します。そっちが深み1って感じで、こっち深みが5ぐらいあります。やった、全然違う。深みで分かってますね。深みがあります。あと、さっきすごい作ってるとこちゃんこ屋かなって思った。これが本物のタテムジャンバエル今ムドゥです。めっちゃ綺麗。上手だね。綺麗。比較。いや、やっぱそうなんだよね。え、この色何？いや、これさ、赤ワイン使ってない説じゃない？これ。え、赤ワイン使わないの？もう赤ワインですみたいな色してますもんね。そう。赤ワインは一滴も使いません。うん、前菜やったら本当綺麗ですね、これね、確かに。ね、じゃあいただきます。うん。うん、美味しい。薄味。ナスがめちゃくちゃとろっとしてる。全然違うよ、君たちのナスとは。トルコ料理の中では代表的なもので、夏野菜が美味しく食べれると。で、うん、昨年ぐらいからすごいインスタ映えするということで日本でも流行ってるそうです。確かにインスタ映えする。しないもんな。しない、ゾンビだもん。だって逆にする。どっちから決めるの？勝敗をね。その勝敗によって、うん、次の料理する人が決まりますから、多分。そうなんだ、うん、そういうあのリレー形式のチャンネルなんですね、これ。そう、続投するから多分。ああ、なるほど、うんうん、負けた人は中途半端な中途半端なサイ作ってきやがって。難しいなぁ、これまた。それでは、参ります。バトルジャン・イマム・バユルドゥ対決、勝者はノグチョン。やったー、マジかよ。やったー、これはもう、あ、もう深み1なのに。聞いてください、これ皆さん、はい、似てるのはノグチョンのやつじゃない？まあ確かに味ですね。味の川家さんのはトルコ料理っていうよりか、なんかちょっとイタリアンより。オリーブオイルをたくさん使って。やっぱイタリアの血かー。どこがどこにも一滴も流れてないでしょ。出てきちゃったか。出てこないよ。はい、じゃあ今回ノグチョンが勝者ということで、うん、悔しい。次はまたよくわからない名前の料理を川家さんと誰かが作るんじゃないか説。うん、なるほどね。この動画の視聴が良ければですけど、皆さん、うん。視聴が良ければ拡散してくださいね。よろしくお願いいたします。美味しかったっすよ。ああ、はい、正しい作り方はちょっとググってもらえればと、ぜひともね、はい、思います。それじゃあバイバーイ。バイバイ。いつもご視聴ありがとうございます。エクフラチャンネルの登録はこちらから。そして雪のシーンモカピの新チャンネルはこっちから見れるよ。これからも応援
よろしくお願いします。